さん、こんにちは。こんにちは。事務局の藤本です。定刻となりましたので、ただいまより、江別工業団地協同組合第36回の通常総会を開催いたします。はじめに、金田理事長より、開会のご挨拶を申し上げます。通常総会の開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます、本日は皆様方月末の内閣お忙しい中36回通常総会にご出席誠にありがとうございます。また公務ご多忙の中、北海道中小企業団体中央会情報部課長坂本雄二様にもお越しいただき誠にありがとうございます。合わせまして日頃よりいろいろとご指導を賜っておりますことを重ねて厚く御礼申し上げます。本日ご出席の皆様方をはじめ組合員134社の組合員そして、皆様方のご協力によりご支援いただきながらこの江別工業団地組合活動を、継続させていただきますことに重ねてお礼申し上げます。さて私どものこの工業団地組合昨今の大変厳しい中にありますけれども皆様方のご協力そして、事業全般の財務状況を把握しながら予算通りに執行し今健全な中で、運営をさせていただいています。これも一人に皆様方のご協力によると感謝申し上げます。21年度の当組合の活動状況は共同充電事業を中心に総務事業、安全衛生事業、福利厚生広報事業、販売購買事業と多岐にわたり皆様方のご協力のもとに取り組んでまいりました。特に昨年は組合創立35周年という節目の年にございます。その中で9月に第5回交流祭を開催し江別市この近隣から2300名から超えるお客様にお越しいただき成功裏に開催することができましたことを本当に感謝申し上げます。ただその陰には昨年の春から実行委員会を結成し度重なる会合を持ち皆様方の入念なる準備のもとに9月の第5回の工業祭開催できました。その布石というのは本当に皆様方のお力によるものと思い合わせましてまた皆様方の結束力そしてこの江別工業団地組合の力これを改めて私も感じさせていただいたところでございます。この工業祭も各組合の皆様から多くの出展をいただきそして天気に恵まれ多くの方々にこの江別の地にある工業団地を知っていただくそのためには本当にいい機会でありまたそれぞれの各企業さんの PR も大きく役立つことができたかとこのように思っているところでございます。共同事前業におきましては日常のメンテナンス事業また皆様方からご協力いただき安心安全の中で、電気を供給させていただき、昨年は、日曜当期より、皆様方に電気料金の値引きという形で 9% で、電気使用料金の、値引きをさせていただきながら、期末まで継続させていただくことができました。帰りまして非常に皆様方と共に1年間歩んでまいりました。これをもとに今年22年度につきましては皆様方と共により強固な協力体制のもとに新たなる挑戦そしてこの時代をそれぞれの会社がご苦労されている中にありましてしっかりと会社を守り会社を生かし続けるこのためにはやはり皆様方のお互いの連携そして組合が皆様方に何を発信しどのような形で取り組みをさせていただいていただければ皆様に役に立つ工業団地組合としてこれから活動をしていけるかということを念頭に置きながら22年度の重点活動目標6つ掲げさせていただきました。1つ目は安全安定安価な電力供給をする共同受電事業、2
2つ目は地域に開かれた組合づくりを目指す事業、3つ目は働く方の健康確保と安全衛生の対策事業、4つ目は組合の親睦交流、相互扶助の精神高揚の福利厚生事業、5つ目としまして組合の能力開発と情報伝達の教育情報事業、6つ目に組織の活性化と経営基盤の確立の組合事業、以上の6項目に重点を置きながら、より皆様と共に密な連携を取りながら取り組み進めてまいりたいと思っております。私たちの仕事環境、時代の転換期というより非常に資産をなめる大変な会社を維持運営していく大変な思いというのは皆さんも同じ思いでおられると思っております。その中でやはり仕事がない、価格が安い、また回収が本当に安心できるだろうかといろんな心配事を抱えながら今日皆さんと共に仕事をさせていただいておりますけれども、このような中に組合員全員が一丸となり、そして皆様に情報を出す、この江別に根を落とした工業団地づくり、これを皆さんの共通の課題とし、そしてここに北海道に江別工業団地を取り組むことができれば、そのような仕事の取り組みに少しでもお手伝いできる組合があるということを念頭に置きながら取り組んでまいりたいと思います。今年度も皆さんと共に力を合わせ、そして、工業会館の施設修繕工事につきましては4件の工事を予定しておりましたが、また、任意積立金の設立です。監査報告を申し上げます。中小企業と協同組合の第40条第5項